ラルトは、イギリスのレーシングカーコンストラクター。1976年の F3 マシン、RT11980 年、ホンダ V6 エンジン搭載の F2 マシン、RH61986 年の F3 マシン、RT31950 年代、オーストラリア出身のエンジニアのロン・トーラナックは、 弟のオースティン・ルイスと共にシャシーを制作し、地元のレースに出場していた。マシンは、二人の名前の頭文字にちなんで、ロールとと命名された。トーラナックは、同郷出身のジャック・ブラバムに誘われて、イギリスに渡り、モーターレーシング・ディベロップメント社を設立。共同オーナー兼、チーフデザイナーとして活躍した。1970年に、 ジャック・ブラバムが引退して帰国すると、トーラナックが、ブラバムの運営を任されたが、1972年に、バーニー・エ・クレストンにチームを売却した。しばらく、フランク・ウィリアムズの F1 プロジェクト等に関わった後、1974年に、自らのガレージを設立し、ラルトの名を復活させた。1975年に、諸女作 RT1 を発表。 F2 や F3、フォーミュラアトランティック用のシャシーを開発、製造し、トールマンなどに供給した。ネルソン・ピケなど、各国の選手権でチャンピオンを輩出し、両半フォーミュラカテゴリーにおけるシェアを拡大した。1980年に、ホンダが F2 へのエンジン供給を再開すると、トーラナックは、ブラバムのエンジニア時代に、ブラバム F2 に、ホンダが、 エンジン供給していた際、川本信彦らと一緒に仕事をしていたことがあった、関係があり、ホンダがレースから撤退した後も交流を続けていたことから、ワークスチームとなる。ナイジェル・マンセルを起用した後、1981年には、ラルト・ RH6 オカル・ジェフ・リースが、ヨーロッパ F2 のシリーズチャンピオンに輝く。その後、1983年には、 ジョナサン・パーマーが1984年にもマイク・サック・ウェルがシリーズチャンピオンを獲得するなど全盛期を迎えた。しかし、トーラナックの作るマシンは堅実な作りではあったものの、ライバルであるマーチ等に比べると旧式なデザインであったこと、またトーラナックはエンジニアとしては優秀であったものの、チームマネージャーとしては、 必ずしも優秀とは言えない部分があったことなどから、ホンダ側は、ラルトに不満を抱えるようになった。その結果、川本は1982年に、マーチから、主力エンジニアを引き抜いて、スピリットを設立させるなど、徐々にラルトの関係を薄めていくことになる。その後、ラルトは F3 や F3 0用のマシンを開発し、イギリス F3 では、アイルトンセナや、 ミカハッキネンダーがチャンピオンを獲得する。しかし、マーチに代わって対頭してきた、ローラやレーナードラのマシンに比べると性能面で、劣っていたことから、ラルトの経営は徐々に傾き始める。1989年には、マーチの参加に入り経営再建を図るが、当のマーチ自体が、レートンハウスによる買収とバブル崩壊に伴う、経営難により1992年に、 実質的に消滅してしまったことから、1993年に、ラルトは売却され、通らなくもそれを機に一戦を退りいた。その後は、アメリカのフォーミュラーアトランティックシリーズ、鈴鹿サーキットレーシングスクール等を向けに、ワンメイクシ,ャシーの製造などを行っていたが、1998年には、久々に、 F3 用のシャシーを開発。しかし当時すでに F3 の世界で、河川的な地位を持つに至っていた、ダラーラの前には、立ち打ちできず、2003年に登場した F303 を、最後に F3 用の新車は登場していない。ありがとうございます。